ゴールキーパーマテウス、ディフェンスは宮原、山越、綱島、深澤の4バックです。中盤の底に森田、インサイドハーフ川村、稲見、前線はバスケスバイロン、坂野、北島の3トップです。前節からは2人を変更しています。ゴールキーパー林、ディフェンスは真瀬、若狭、姿、内田、この4バック。中盤は豪家、エベルトン、鎌田、木田、前線は中島と山田、この2トップです。こちらも前節からは2人を変更してきました。今日両チームを通じて1本目、中島上げていく、さあで落としたボールはキーパーです。これうまくタイミング合わせながら、あの仙台の方はうまく背後を取ろうと、そう奪って中島のシュート、距離はあったんですが足を振っていきました。ですね、この、まあ、森田に対するパスの、まあ、山田ですかね、パス数も倍ですもんね、はい、倍近い数字です。押し込んだ後でもやっぱりこうエベルトンだったり鎌田がボールを中央で受ける回数が多いじゃないですか、はいはい、さあスペースで中島切り返した、倒れたが、ここはどうだ、笛です。 PK、 中島が倒されました。中島は今シーズン4ゴール、キーパーマテウス、前節は PK ストップがありました。中島決めていきました、天井です。仙台先制です。中島今シーズン5ゴール目、中央の天井を抜いていきました。そうですね、思いっきり、ま、ワンテンポちょっと待ってもよかったかなっていう感じがしましたね。なるほど、はい、さあ拾ったベルディ狙っていきました、枠には行っていた、稲見のシュートです。こういうところでやっぱりベルディの方が少しこう前から行ってですけど、なかなか取れないというところがあるかもしれないですね。川村からバスケスバイロン、カットインシュート、よく触ったキーパー林、あとボール受けて中に切れ込んでからのシュート、深澤クロス浮かせてバスケスバイロン、合いません。宮原クロス、あ拾った、森田繰り返し、森田枠には行きませんでした。やっぱりボールを、まあ、もちろん 外にね追いやられてはいますけど、はい、そう山田切り返した、山田のシュート、キーパーワンタッチ、コーナーキックです。いいですね、やっぱりこの前の出身服ですが、相手のこうパスがね、クス、さあノーファール、浮かせて中島から背後、木田、木田、木田、ビッグチャンスでした。ただディフェンスもしっかり寄せていました。ですね、斉藤からボールを奪った後の動き出しは非常に早かったですよね。ベルディはマンツーマン、そうですね、まあ、ゾーンもいますけど併用のような感じですね。さあニア、ヘッド、ナイスキーパー、こぼれている、詰める、最後詰め切りました。最後は姿ですか、仙台に追加点、これニアですよね、まあ、後継のヘディングを、まあ、それ一回触ってはいるんですけど、まず触れたのは良かったですね。マテウスも弾いてはいますけど、このこぼれ球に対して味方がパワーサイドでうまく押し込みましたね。からですね、最後取る選手はねたくさんいるんですよ。さあ宮原クロスボール、ゴール前へ流れました。ファーから最後は深澤が飛び込んでいきました。でも小池、斉藤、山田、クロスボール、ファーからヘッド、
クリアです。ここでホイッスル、試合終了。0対2、仙台今シーズン2回目の連勝です。先制して追加点、そして勝ち切りました。これで直近リーグ戦は5試合無敗キープです。